アレスコマンダーは 2D と 3D の DWG ファイルが使える CAD ソフトです。アレスはオートキャドと比べ圧倒的に費用対効果に優れています。アレスはオートキャド代替のナンバーワンソフトとして世界各国に数百万もユーザーがいます。 アレスの特色は費用対効果だけではありません。高度な拡張機能も魅力の一つです。オートキャドをはじめとした類似ソフトからアレスへの切り替えはとても簡単です。アレスではこれまで使い慣れたコマンド名を流用できるからです。もしコマンド名が異なる場合はエイリアスの定義ができます。 エンティティスナップ、クイック入力などのコマンドは類似ソフトと同じように機能します。ユーザーインターフェースは直感的な操作性を意識して設計されています。ワークスペースでは異なるワークスペースとの切り替えができ、メニューやツールバーは従来のユーザーインターフェースに戻すこともできます。 画像マネージャー、プロパティ、外部参照パレットなど、よく使われるパレットを表示したり、非表示にしたりという操作も自在です。プレゼンテーションにも対応します。ペーパー空間で任意のレイアウトシートを作成できます。異なるビューを異なるスケールで統合できます。 印刷は CTB、STB CT、ST PC3 など高度な設定にも対応します。印刷の用紙サイズも自在です。PDF ファイルにも変換できます。また、プロジェクトの図面を PDF に一括出力するシートセットもサポートしています。PDF の図面には PDF インポートといいう機能を使います。インポートした後に DWG に変換すれば修正もできます。2D で最もよく使われるのが DWG フォーマットです。アレスコマンダーには 3D ソリッドモデリング機能もあります。アレスコマンダーはライセンス方式にも 高い自由度があります。期間限定ライセンスなどの縛りはありません。永久、年間、そしてフレックスという3種類のライセンスから、ニーズに合わせてお選びいただけます。1つのライセンスで複数のデバイス、異なる OS を組み合わせることもできます。 また、アレスにはパワートリム、寸法パレットなど生産性を増大させる機能が搭載されています。最新の高度なキャドツールを体験できます。アレスは VIM 機能も備えており、Revit.ifc ファイルをインポートして閲覧できます。取り込んだ 3D モデルから 2D 図面を抽出し、VIM 情報を 出力することもできます。サブスクリプションには高度な地図情報サービスも含まれます。VIM や地図情報サービス、マップ機能については他の動画もご覧ください。アレスコマンダー最大の魅力はトリニティにあります。トリニティには 従来の機能にクラウドとモバイルを組み合わせています。これにより、オフィスと現場のコラボレーションが飛躍的に改善されます。トリニティでは図面共有ができます。共有は表示専用リンクで行い、受信者が送信者の図面を閲覧したり、コメントしたりできます。変更は自動的にアップデートされ、必要に応じて、 アクセスを無効にもできますもう一つの特徴は、クラウドストレージパレットです。Google ドライブ、BOX、Dropbox、OneDrive などにあるファイルをアレスで使えます。プライベートクラウドストレージを使うこともできます。アレスコマンダーをご購入いただくと、クラウド版アレス駆動と、 モバイル版アレスタッチが手に入ります。インストールが不要のクラウドソリューション、アレス駆動は、ウェブブラウザから起動し、2D 機能一式が使えます。Android と iOS に対応したモバイルソリューション、アレスタッチにも、2D 機能一式があり、図面の読み込みや注釈付けが便利です。 トリニティでは三つのソリューションが相乗効果を生みます。現場とオフィスで迅速なフィードバックが可能になります。アレスコマンダーには三十日間無料の体験版もあります。ぜひお試しください。